今回は計算問題を使いたいと思います。問題としてが0から 2π のこの積分ですね。で、アルファとベータが定数でこのような関係式を満たしていると。で、この問題は平成25年度の京大入試の問題となっています。最近ちょっと忙しくて投稿頻度がやや少なめとなっているんですけど、できる範囲で頑張りたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。ということでやっていきたいと思うんですけど、で、この積分はどうしたらいいかと言いますと、一番オーソドックスな方法としては、複素積分を使うことだと思います。z イコールエクスポネンシャル ic だと置くと。そうすると dz ってのが、i のエクスポネンシャル ic の dc となりますので、ここの部分が z でありますので、dc ってのが iz 分の dz という関係式が得られます。で、また、この複素積分、すみません、複素数において z イコールエクスポネンシャル ic だっていうのは単位円を表しますね。複素平面上での。つまり、リアルパートと、イマジナリーパートの z とすると、円を書いて、座標が i1、マイナス i、マイナス1となりますね。このように置くとなんでいいかと言いますと、このコサインシータの部分ですね。コサインシータっていうのは、2分の1のエクスポネンシャル iC プラスエクスポネンシャルマイナス iC ですね。で、そうすると z を用いてこのコサイン θ っていうのが表すことができます。つまり z プラスエクスポネンシャルマイナス iC はエクスポネンシャル iC 分の1とかけますので z 分の1とすることができますね。このように z で表すことができますと。なので、この部分ですね。この非積分関数はどうなるかと言いますと、 z で変数変換しますと、このように変数変換して整理すると、このように表すことができます。よって複素積分を用いて、この式はどうなるかと言いますと、まず積分範囲がこの経路を C といたしますと、一周ですね、0から 2π なので、経路を C として、このように表すことができます。この z の事情ですが、この dc 対これ iz 分の dz なので z が1個消えますね。1個消えますね。なので、このような式になります。ちょっと電気で見えにくいと思いますので、もう一度復習しますと、まずはこの積分を今回求めるんですけど、ちょっとこうしますか。で、どうするかと言いますと、このような場合は、0から 2π であるってことと、cosθ があるってことを利用して、このように複素数を置きます。変数変換ですね。z イコールエクスポネンシャル ic と置くと、まずはこのコサインシータが z を用いて表せます。あとはこの0から 2π だった積分のものがこのような単位円を用いて、一周を表すことになりますので、このように複素積分で表すことができます。すみません。このように複素積分で表すことができます。あとはこれを解くだけですね。ということで、z イコールエクスポネンシャル ic と置くことで複素積分になりましたので、次に考えるのは流数定理を用いる問題ですね。ということで、まずは C 内にある極を考えたいと思います。で、極の求め方としては、この分母の部分が、ちょっと書きますと、これが0であればいいですので、例えばこれを因数分解して解くと、z のプラスマイナスってのは、このような式になります。で、この z のプラスマイナスが次に C 内にあるかを考えたいと思います。で、例えば簡単な方法としては、チェックということで、まずは簡単な方、z のマイナスについて考えると、今回、アルファとベータがこのような関係式になってますので、正で、アルファの方がベータよりも大きいということで、マイナスアルファは負で、で、マイナスのアルファ事情、マイナスベータの事情っていうのは正ですね。なので、マイナスがつくことによってマイナスになります。で、ベータよりもアルファの方が大きいですので、これっていうのは、マイナス1よりもちっちゃいことになりますね。よって、これってのは C よりもちっちゃいところに、マイナス1よりもちっちゃいので C の外にあることになります。ということで、Z マイナスはここら辺にありますので、これは C 外ですね。C 外になります。で、次に Z のプラスについて考えると、ベータ分の1の、マイナスアルファのプラスの、アルファ事情マイナスベータの事情で、もう一回考えてもらうと、アルファ事情マイナスベータの事情は正で、マイナスアルファの方が大きいですので、これってのは負になりますね。
で、またこの z のプラスに1を足してやりますとどうなるかと言いますと、ちょっとじゃなくか、 z のプラスに1を足してやりますと、前とプラス1しますので、ベータをこの中に入れてやりますと、ベータ分の1のベータマイナスアルファプラスのアルファ二乗マイナスベータの二乗となると思います。で、これを因数分解してやりますと、ちょっとこうですか。はい、このような式になると思います。で、もう一回この関係式よりアルファマイナスベータは正。で、アルファプラスベータはもちろん正で、アルファマイナスベータも正。で、こっちの方がもちろん大きいですので、よってこれっていうのは正になりますね。よって、z のプラスっていうのは、マイナス1よりも大きいことになりますので、まあ、つまり0よりちっちゃくマイナス1より大きいですので、まあ、例えばここら辺にありますかね。なので、z のプラスの方は C 内にあることになります。よって、C 内にある極っていうのは z のプラスだけになります。はい、ということで z のプラスが極であることが分かったんですけど、でさらにもう一個注意なのが、この βz 二乗プラス 2αz プラス β の二乗となってますね。ということで z のプラスっていうのは、まあ、C 内にありまして2の極であります。はい、ここは注意ポイントなんですけど、よって流数定理よりどのように計算できるかと言いますと、はい、求める積分はこの積分で、で、このような青の式で計算することができますと。で、どのようになるかと言いますと、流数定理を用いて 2πi の、ちょっと係数を抜き出して、はい、このようにするんでしたね。1回微分で代入するってことで、まあ、一応ちょっと公式を書いておきますと、まあ、ちょっと書けなかったのでこの端に書いたんですけど、まあ、n マイナス1の階乗分の1の、まあ、なので今回は 2の極でありますので1の階乗分の1ですね。で、1回微分の、まあ、この z マイナス z0 の、まあ、z0 を、極としますとこのような式で表すことになります。で、今回は z プラスが極でありますので z マイナス z プラスの2乗をかけます。まあ、そうするとこのような式になりまして、で z のプラスを代入するという形ですね。なのでこのような感じになります。で、これをまあ計算いたしますと、はい、1回微分しますとこのような式になりまして、まあこれは多分大丈夫だと思います。地道に計算するだけですね。はい、地道に計算すると、まあちょっとこんなややこしい式になりまして、まあちょっとここ2分の3乗ですね。で、これをまとめますと、まあ、まとめると言ってもあんまりまとめれないんですけど、まあ自分流にまとめるとこのような感じの式になると思います。はい、ということで今回のおさらいをいたしますと、まあ、今回この積分を考えて、で0から 2π で積分範囲で、あとは cosθ があることから z イコール、まあ、ちょっと書きますか、改めて z イコールエクスポネーシャル iθ と置いてやりますと、まずは cosθ が変数変換できる。で、0から 2π だったものが、まあ、単位円を書くことによって、まあ、複素平面上で単位円の、まあ、集積分になると、まあ、線積分になる。で、あとはこの極を求める際に、まあ、今回についてですね、今回については極を求める際に任意の極であるってことと、まあ、あとは z プラス z マイナスが、まあ、C 内にあるか C の外にあるかっていうのを考慮して、で、あとは代入して計算すると、まあ、こんな感じになるということになります。今回は以上になります。